いやー、また来ちゃったな、青山に。どうも、アニチューブをいつもご覧いただきありがとうございます。アニチューブの兄貴でございます。いや、また来ちゃったな。あ、でもね、マッキントッシュじゃないんですよ。この間気になって、トラのコートがいい感じです。で、あの後にトラパン行っちゃいましょう。トラパン行っちゃって、今日もね、ちょっとね、トラってみようかなと思って。ちょっとね、マッキントッシュもいいんだけど、トラっすね。いやー、久しぶりだな。いいね、ユニオンカーもこの感じだな。あ、このカウンターも変わってない。いや、お、なん、コンブレなんだこれ。コンブレ、何これ、これやばくない、これ。これちょっと聞いてみようかな、お店の人に。これお店、あ、すいません。あ、あれ、磯貝さん、ご無沙汰しております。ご無沙汰してます。前回はありがとうございました。いい感じです、これ。ありがとうございます。あの後トラ行っちゃいました、トラ版も。 ありがとうございます。お揃いですか。お揃いですね、はい。なんかそのジャケットも気になるんですけど、ちょっと先にちょっとこれ見てもいいですか。ぜひ。このコンブレ何なんですか、これ。Jプレスとのコラボレーションで展開しているモデルです。あ、本当だ、はい。これいいっすね。なんかアメリカ、アメトラなのに、なんだろう、ちょっと UK っぽい。はい、おっしゃる通りです。この感じもいいっすね。これトモ生地ですか。はい、トモ生地。めちゃくちゃ緊張してます。はい、めちゃくちゃ緊張してます。でもどれぐらいぶりですかね。1年経ってない。経ってないですね。1年経ってないですよね、はい。ダウルもあります。はい。お、なんかいい感じですね、はい、新作。これは、はい、私がダブルで着ていた、はい、R、 はい、 R ハム、同じストームシールの生地になってます。この間真っ白だったのかな。このなんかちょっとベージュっぽいのもいいですよね。そうですね、ベージュでも少し明るめなパーティーっていう色。ちょっと着てみていいですか。ぜひ。でもダブルがこれがめちゃくちゃ気に入ってるからな。ありがとうございます、はい。これも同じ、どういう手法でしたっけ。はい、ストームシールという素材になってまして、はい、ゴムビキとはちょっと違うんですよね。あ、はい、マッキントッシュのゴムビキコートをなぞらえて、内側にも水の侵入を防ぐシームテープを施しているようなシリーズになっております。もうでも香りが全然違います。そうですね、はい。いや、でもシングルもいいっすね。はい、とても似合いです。なんかあれからもうこのトラパン、トラ1、はい、101です、はい。このシルエットにすごく慣れちゃって、あとこのパンツのなんか丈っていうか、はい、ちょっと短めなんですよね。はい、こうやってこう開くと、なんかこれぐらいのシングルのコートでも、パンツの幅がこれぐらいと思って出てるのが、そうですね、自分的にちょっと気持ちいい感じ。はい、なんかシングルもダブルとまた全然雰囲気違いますね。そうですね、もうちょっとこうシンプルにお召しいただけます。こっちはちょっとグリーンっぽい感じ。そうですね、こちらの好評いただいております。あ、このなんか 裏地ってか、このいいですね。はい、サテンのテープがそれぞれお色が違いまして、少しこちらはグレーになっています。あ、本当だ、はい。これ白可愛いですね。そうですね。で、なんかこれすごい気になったんですけど、これ新作、コーチジャケットじゃないですか、これ。あ、これはウェイバリーっていう、もともとキルティングジャケットで、はい、はい、有名なもの。私も最初にトラを知ったの。トラにします。そうですね、トラ上にします。どうしますか。トラで。ちょっと柴又っぽいですね、それだと。トラ上。トラ上で、はい。これ、形はウェイバリー。そうですね、形はウェイバリーで。ウェイバリー今、でももう春だからないですかね。あ、ウェイバリーあります。はい、ウェイバリーの散髪所は。はい、ございます。私がトラ上を初トラったのは、もうこれだったんですね。もうで、これがウェーバリーで、はい、この生地はこれメンポリエステルの生地で、
はい、ウェーバリーの本当春バージョンとして今季初めて新作で登場してまいりました。同じで、はい、全然表情違いますね。そうですね、スナップボタンでちょっとコーデュロイも少し生地感が違いますので、だいぶこう軽い感じにはなっております。これ結構なんかグッときました。これトラってますね。はい、トラっております。なんかイギリスのクラシックな、まあ、キルティングって何だろう、市民がみんな着てるみたいな日常みたいな。そうですね、はい、そういうクラシックなディティールで本当になんかこのなんかコーチジャケットっぽいっていうかこれ新鮮ですね。そうですね、今までにちょっとこうない素材感ですよね。でしかもここのディティールも同じ、この、はい、そうですね、乗馬から来たのかな、もともと、まあ、サイドメンツでこうなってこういう感じでスナップになっていますので、なんか黒は一番パッと見ちょっとコーチジャケット。そうですね、特に黒は少しこうコーチジャケットっぽくもお召しいただけますし、少しきれいめでもお召しいただけると思います。はい、で色は、色今季3色になっております。こちら黒で、黒とこちらのカーキとベージュの3色。カーキちょっと軍物っぽい感じでいいですね。そうですね、カーキもカジュアルにもどちらでもお召しいただけるようにはなってるデザインになってます。本当そのままなんかイギリス軍で昔あったって言っても、はい、そうですね、カーキになると少しそういう印象でもお召しいただけますね。よし、やばい、やばいです。お似合いでございます。しかも軽いっていうか、なんだろう、このフォルムでずっとこの印象があったんで、はい、これからもうすぐ春じゃないですか。そうですね、この春とか、まあ、まだ油断できない世の中なんで花見ができるか分かんないですけど気分だけでもなんかこうだいぶ軽さは出ますよね。はい、これからの時期にはすごくよろしいと思います。またこれトラパンに合いますね。はい、これ3色、これ何色がおすすめですかね。どれもおすすめではあるんですけれども、ベージュも着てみていいですか。ぜひ、はい、全色お試しいただければと思います。ベージュも可愛いな。ベージュもいいっすね。はい、すごくお似合いでございます。何色がいいですか。おすすめはあえて兄貴でしたら黒とか、少し、はい、コーチジャケットっぽくしていただいてもよろしいかと思います。どれもでも似合いです。元のウェーバリーはコーデュロイですからね。あ、そうですね、コーデュロイになっております。これ何がすごいって、まあ、ここキルティングでこうじゃないですか。で、襟のところがコーデュロイなんですけど、今はまあこういうちょっとコーチジャケットっぽい、はい、まあ、ナイロンで、ここも少しうねの入った、これコーデュロイじゃないですよね。ピケみたいな、なんかピケかな、ね、はい、だからいわゆるこことこのパイピングの部分とここの生地の使い方とかが、そうですね、まあ、元のなんか雰囲気を残しながら、そうですね、はい、進化しているところは全くこう違うデザインには見えるようにはできますね。そうですよね、はい、あと黒かな、ベージュもこのトラ、そうですね、ベージュトラパンに、はい、春らしくてそちらもすごく素敵でございます。いいですね、はい、別物ですね、これ。そうですね、だいぶ印象が変わりますので、黒は特にこう同色になるので、あまりこの素材の差がわからないので、一瞬、はい、なんかアメリカのストリート系か、何か昔のカジュアルブランドか、そうですね、コーチジャケット風に見せかけて、はい、トラってるよっていうのもあるし、ね、はい、こっちだとなんか本当にヨーロッパの、そうですね、上品な印象にはなりますよね。これも一瞬軍物に見せかけるみたいな、はい、なのでそれぞれに良さがあるので今迷っております。なるほど。これなんですか。これそれもあの同じウェイバリーなんですけど、ライトダウンでパッカブルで、はい、小さくな、はい、なるような仕様な、ちょっと軽くなるとまた、そうですね、いいですね。ここでウェイバリー祭りできるってことですね、これ。そうですね、これで、なるほど、面白いな。あれ通常のキルティングでも襟にキルティングが入ってるタイプもあるんですか。コーデュロイになってないものあるんですか。コーデュロイになってないのはそのライトダウンだけですね、はい。
なんかグルーブ来ました今なんかウェイバリーグルーブ、ウェイバリーのグルーブがブワーって今来てるんで、はい、なんかまあでも一旦ちょっと冷静になった方がいいですね。ぜひ他のものもよろしければ。あ、これも同じ、あのこれと同じメンポリエステルの生地のシリーズの、あのダービーフードっていうフードが取り外しができるようなシリーズですね。こちらは春らしいカラーリングになっております。こういうパステルも可愛いですね。そうですね、スカイブルーム、なんすかこのトレンチ、なんすかこれ。これはちょっと面白いデザインで、ここをこう開いていただくとちょっとこう身幅がかなり広いデザインになっております。ちょっとオーバーサイズっぽい作り で、ここが1枚なんですね、はい、そうですね。え、これ面白いな。着ていただくとすごく面白いです、シルエットも。なんか今ヴィンテージとか古着とかでも、はい、もうトレンチとかすごくオーバーサイズで、そうですね、着ちゃったりとか、はい、これ今着るときに袖に手が入ってないんじゃないかって思うぐらいのぐらい、そうですね。これ飛べます、これ飛べそうな、飛べはできないですか、これ。飛べはできないんですけど、飛べそうなぐらいのシルエットに。すごくオーバーサイズの、いわゆるそのヴィンテージみたいなものにダボッと着て、はい、こう袖とかまくっちゃう、そうですね、そういうなんか今の着方もあると思うんですけど、はい、多分もうここら辺オーバーにしながらも袖だけけばそんなにだらしなくないけど、ね、はい、まあ、大人だと普通にこれぐらいで着たいなって。でもやりすぎてない感じもいいですね。そうですね、割とすっきりと、逆にあのエポレットとかも配してますので、すごくシンプルには、はい、お召しいただけます。ここが1枚ってすごいですね、はい、そうですね、はい、飛べますか、飛べスカスぐらい飛べるんですかね、これ飛べますか。明治神宮ぐらいまで飛べますか、ね、まあ可能かもしれないです。可能ですか。これいいっすね。これシングルもあるんですか。この同じ生地では、はい、あのメインギャバジンの生地ではあるんですけど、形はこちらは、はい、ベーシックな、はい、シリーズになっております。先ほどあの見ていただいたこのストームシールと同じ形のシリーズですね。ハールハムのモデルです。これ何ですか、これ。これあのトラです。あ、トラもこういう、はい、なんて言うんだろう、ギャザーというかゴムが入ったような、はい、カジュアルに履けそうな。そうですね、これも定番で展開しているモデルになっておりまして、これがユニオンスラックの401っていうモデルですね。あ、そう、はい、はい、101で401になっています。これもなんかまたちょっとトラグルーヴ来ましたよ、なんか急にトラグルーヴ来ましたよ。トラは今日のトラどんな感じですか。こちらがユニオンシリーズの新作になっております。このユニオンスラックを筆頭に好評いただいております、はい、ユニオンシリーズになります。で、形がこのユニオンスラックとこのユニオンカバーの上もあるんですよね、はい、だこれが101だから、これの上に当たる、はい、こちらが101になっております、はい、で今年はあとはもう一つこのユニオンカバーの201、ちょっと着丈が長くて、はい、カバーオールタイプも今回展開されております。こっちも可愛いですね。そうですね、襟も少し配色になっております。でユニオンスラックは形が何種類かございまして、はい、これがまず102の引けなんですけど、それ以外に定番のタイプがあちらの先ほどのタイプになっております。はい、101か。そうですね、私が履いているものが、はい、これが101。簡単に言うと101と102どう違うんですか。あ、はい、101と102はシルエットは一緒なんですけど、うん、ディテールがここだ違います。なるほど、はい、あとはこのサイドがダブルステッチになっている点と、あ、本当だ、後ろもちょっと違う。あとは、はい、ポケットもこういうふうにパッチポケットでリベットを配していたり、少しワークなディテールになっております。なるほど、はい、で形が101以外にこちらの、はい、101、はい、あとはこちらの201、こちらはあのタックがないワークタイプになっております。で、あとはこのイージー、先ほどご紹介いただいたイージーパンツタイプで少しテーパードしている401、はい、あとは101の派生型で、前回もあったこの丈が長くてベルトがついている103と、先ほどの103、トラトラップですね、これ。トラトラップ
先ほどのこのワークの102になりますね、はい、こちらが派生タイプになっております。でもセットアップで、そうですよね、セットアップってあるんですよね、はい、よろしければぜひお試しになってみてください。とりあえず、まあ、これちょっと着てみようかな。ぜひ、はいはい、これはデニム、何生地なんだろうこれ。これホワイトデニムで、今私が着てるのと同じものなんですけれども、でステッチは、そうです、ちょっとこうステッチもデニムみたいにちょっと残ってて、はい、通常のデニムをなんかブリーチしたみたいな。そうですね、結構しっかりしてるモンスの。なるほど、はい、でも肩のいわゆるファーストタイプとか、はい、あの老舗のアメリカのデニムメーカーの昔の G ジャンをちょっとオーバーサイズめに着てる雰囲気がありますね。そうですね、そういう風にも逆に着ていただけますし、ボタンでこれもうシガグルーブ出てますからね、はい、いわゆる体制モデルって言われるような、多分なんだろう、そのアメリカだけじゃなくて当時このこういうカバーオールっていうのはワークウェアじゃないですか。そうですね、多分世界的にあったディティールな気もしますね。はい、これ4つボタンいいですね。そうですね、すごくシンプルなんですけれども、すごくユニオンスラックとの相性はすごくよく見えるようにはできております。4つボタンにポケットの位置がちょっと低いのもいいし、あと肩のドロップと、アームホールがここにもちょっと余裕があるっていうか。そうですね、はい、でここにバックルが、あ、これがパンツと同じですね。はい、バックルバックが後ろには配されております。あとこういうなんだろう、今あのポケティの、まあ、通常サイズ、いわゆるアメリカのカットソーの N サイズ着てますけど、はい、まあ、これぐらいの出るバランスはそんなに大人でも正しめる。そうですね、逆に着ていただいて少し出していただくとバランスが綺麗に取れるようにはできます。なんかペアみたいですね、こうやったらそうですね、トラ1トラ2ですみたいなはい、すごくこうそんな、なんか似てますよね丈が長いんだ。そうですね、ただ横幅は少しかなりゆったりしているデザインになってまして、着ていただくとまたこちらもシルエットは特徴がございます。これ着てみていいですか。ぜひ、このユニオンカバーオールは、はい、1種類だけなんですか。あ、これは2色ありまして、このいわゆるカバーオールっていうデニムと、デニム生地か、はい、こちらのホワイトタイプと2種類ございます。ん、こっちもやばいなデニムもありますこっちもいいっすね。そうですね、デニムになるとまた雰囲気がだいぶ変わりますので。はい、これ前からあったんですか、このカバーオールの。これはモデルとしては今期初めて出まして、ユニオンカバーとしては。じゃこっちの方が古い。そうですね、古いですね、はい、あ、両方カバーで、はい、101と201になっております。なかなかなトラップありますね、はい、トラの中には。あ、なるほど、丈がそんなに短くなくて身幅を取ってて、肩がちょっとドロップするみたいな、はい、確かにパンツとのバランスがいいですね。そうですね、カバーオールなんですけれども、そこまでこうワークっぽくなりすぎないので、なるほど、大人の方でも着ていただけるようなデザインになってます。はい、これいくつだろうか、ちょっとデニムも着てみていいですか。ぜひ。てか、なんか上下いいっすね。そうですね、これだからセットで着ていただくとすごく素敵です。102個。そうなんです、少しディテールが違うんですけれども、シルエットは同じデザインになっております。確かに、はい、101は縦ポケですよね。そうですね、こういうところがダブルステッチになってたりですとか、斜めになる、はい、ここはパッチポケットで、シルエットは同じなんですか。あ、シルエットは同じになって、あ、丈もじゃあちょっと短め、はい、あ、なるほど、生地違うと全然印象変わりますね。そうですね、はい、なるほど、特にデニムはリジットなのでだいぶ印象は最初は違いますね。これ結構縮むんですか。そんなに縮まない。そうですね、やっぱり多少は縮みますね、はい、でも着ていくとこう逆に落ち感が綺麗に出てくるので、デニムもすごく素敵です。なんか4つボタンいいっすね。そうですねなんかセットアップっていうか上下 でこれも前はこれの上があったんですか。前はなかったんですか。はい、逆にこのデニムのシリーズは前回からあるんですけれども、そうなんだ、はい、
その知能はないんですよね。これの上があればもうベージュアイロンになれたわけ。そうですね。でも今回別で、はい、この新しくピケのシリーズが出ましたので、はい、ぜひこちらもご覧いただくとよろしいかと思います。ピケいいっすね。はい、このこれもピケですか。はい、水色と赤。やばくですかこれ。はい、赤でございます。これうわー、でもちょっとありだな、これ。赤は赤ですごく超ヤングかもう親父かどっちかですね、これも。そうですね。あ、でもこの色味が、発色がすごくいいですね。そうですね、はい、後染めのステッチも少しこう違う色になってまして。これですかね。これどうすか、これどんだけ赤レンジャーが好きだったかって話ですよね、この話。確かにセットアップにすると少しこうインパクトありますけどね。逆に単品で着ていただくとそちらもすごく素敵かと思います。すげえ。でも白、ピケの白って結構好きなんですよね。そうですね、それすごくお似合いになると思います。ぜひ。いいっすね。なんかピケとか、なんかコーデュロイとかそういう素材がすごく好きなんで、アームホールが広いから着るのが楽ですね。そうですね、ピケになると。なんか白いいっすね。そうですね、デニムに比べると少しこう軽さがありますので。確かに、はい、すごく使いやすい素材ですね、ピケは。まあこういう今あのチノですけど、はい、全然おかしくないですね。そうですね。じゃあちょっとセットはでもユニオンやっぱセットアップで着たいってなると。そうですね、ぜひ白とかはセットで着ていただくとすごく素敵だと思います。これまだ早いですか。これそちらもぜひチャレンジしていただくとよろしいと思います。あ、でもちょっとかわいいですね、この。じゃあちょっと白のピケをぜひちょっと履いてみていいですか。はい、形全く同じですもんね。あ、そうですね、はい、めっちゃいい感じですよ、これ。お疲れ様です。白ピケ、はい、素敵でございます。これ102です。101もございます、こちら。これでもだから私が最初に履いてた、101と同じで。そうです。結構とか生地にもよりますけど、若干ちょっと縮んでこれぐらいになるのかな。そうですね、少し縮みはございます。いや、これやっぱ白もライン綺麗ですね。そうですね、白もすごくお似合いです。なんかじゃあこれでちょっとユニオンセットアップ。はい、それセットアップする。トラ上下。そうです。トラユニ、もう何だか分かんなくなってきましたね、もう。あ、なんか、あ、やっぱいいっすね。はい、素敵です、すごく。なんか他に黒とかないんですか、これ全部に黒とか。はい、実を言うと黒の後染め全黒とか、実を言うともう一色ございまして、ずっと隠してたんですか。ちょっとこれめちゃくちゃいいじゃないですか、これ。にしてみました。これどこに隠してたんですか。あの、この方に。もう油断できないな、トラ。これ良くないですか、これ。はい、黒もすごく素敵でございます。これ本当に私今これ着ながら黒ないかなと思った時に、この白を、後染めして糸だけが染まんなかった黒とかってあったらいいなと思ったら、まさにこれでしたよ。でもありません。やばくないですか、これ。今作ったんじゃないですか、これ。あ、作ったんじゃないですか。そんなことないですね。はい、これちょっとこれ上着てみようかな。はい、ぜひ。なんか黒のセットアップもいいですね。そうですね、黒になると少しこう洗い感がありますので。はい、ステッチが白いところが本当、なんか本当にイメージしてたもんでした、これ。あ、黒いいっすね。黒も素敵です。逆になんかセットアップで白と黒両方いって、こうやって下パンツを白にして、ね、はい、それぞれで着ていただいて、上をブラックにするとか、はい、だからそういう楽しみ方できますよね、これ。赤とか、そうですね、スカイブルーとか、はい、あのいろいろ組み合わせて着ていただいて、まあ、デニムも含めて着ていただけるので、いろいろに見ていただきます。あ、これとこれも、これ違うか、これ位置、これも上下なんだ。そうですね、これも麻の素材で、はい、ございます。1、2、3、4、5、6、7、はい、1週間いけますね、これ。赤に1秒しかない、これ。そうですね。これ、あ、でも黒いいっすね。なんか白パンにこういうちょっと黒い
中を全部オールホワイトにして、そうですね、軽く黒く羽織るものとか結構好きなんですけど、はい、白いステッチと逆に合いますので、そちらも素敵だと思います。うわでも最初そっか、バラでも買えるからそうですね、上が黒で下が白ってのもありなんですか。はい、ありだと思います。いやこれ迷いますねでも黒ジャケ着るともう背中からすごいなんか上張りグルーヴがもう忘れてねえかみたいな、こう、はい、結果黒でこういっちゃうみたいな、なんかそうですね、それもすごく素敵だと思います。これもいいですよね、はい、なんか白のねセットアップで上下もいいんですけど、最初はこれでちょっとトラだけど、別になんかアメリカのなんか適当な、そうですね、少しはジャケットかもやっぱ思わせながら、はいはい、ウェーバリーにトラパンも悪くないですね。はい、すごく素敵です、そちらも。これかな、ちょっと上下でユニオン行きたいんですけど、はい、まずは101履いてたんで、そうですね、今回はこっちのタイプ、はい、102、はい、102に、はい、あえてちょっと一回距離置きます、ジャケットは、はい、でもシャカシャカで、はい、ちょっと 春のなんか風浴びて、そうですね、はい、もうだからこのウェーバリーの、これなんていうんですか、ウェーバリーないの、ウェーバリーライト、これウェーバリーです。あ、ウェーバリーですね、はい、ウェーバリーです。この 春夏ウェーバリーに白トラ、はい、この2つでちょっと今日はここに決めた、はい、じゃあこれでちょっと早速もうちょっとあのオモツサンドの春感じてくるんで、ありがとうございます。まだこれ大丈夫ですね、あとまだもう1着だけですか、これ まだ多少大丈夫です、多少大丈夫です。ちょっとあの、はい、春感じてきますね。ありがとうございます。あ、なんか、あ、なんか、いや軽いもん、なんかトラってんな、これシャカシャカいいぞ、これはトラって、トラって上って、上ってトラってんな。いやいいね、ウェーバリーいいな、ウェーバリー、ウェーバリーにトラパンいいな。いやもうなんかあったけ、トラの春が来たな。ちょっとブラブラすっか、桜咲いてっかな、まだ咲いてないか。